おはようございます。じゃあ今日はここミャウーからねバガンに行きたいと思います。でもこのミャウーからバガン直接バスがなくて、なんで一度ここミャウーからマンダレー行きのバスに乗って、途中のチャピドってとこで降りて、そこからまたタクシーなりバスなりにね乗り換えて、そこからバガンということになります。でもね、一つ問題があります。ここからそのチャピドっていうところにね非常に遠くて15時間ぐらいかかるらしいです。さらに、この今から山越えをしなきゃいけません。その山に雪があるそうです。その雪次第では、まあ3時間、4時間遅れることがあるそうなので、こっからね、かなり厳しい戦いが予想されます。15時間バス僕乗ったことないもんなぁ。ということでね、かなり厳しいバスの旅になりますけども、頑張っていきましょう。じゃあ、出発ということで、行きましょう。1時間遅れでやっとこのねマンダレー行きのバス到着しました。だいたい2万5000チャットタイムが乗ります。 Thank you so much. Thank you. まだね15時間の戦いです。この席でね、もうほうだもんね。もうね、見てわかるようにね、こうしたコンクリートじゃなくてね、砂利道です。これはまだまだかかるぞ。もうに乗り込んでます。いやー、こう橋で渡ると思ったけど船で渡るんだね。面白いね。1回目の休憩に入りました。2時間ちょっと走りました。じゃちょっとトイレ行って、ここで軽く昼食を取りたいと思います。ちょっと早くも疲れてきたね。もうミャンマーカレーですね。じゃちょっと昼ご飯食べたいと思います。うわ、頼んだのはチキンカレーです。じゃあ30分ぐらいねここで休憩して、お腹がいっぱいになったところでまた長い旅に出ます。まだ12時間か3時間ぐらいあるんだよね。いやきついよこれ。今3000チャットでカレー食べまして、今バスに乗りました。バスに乗り込んだ時にねこれ配られましたね。最初バスに乗り込んだ時にこの水と1リッターの水とこのブランケットがありました。でもね、僕のこのねリクライニング見てください。これこれね壊れてるんです。実はこれ15時間乗ろうっていう時にね、このリクライニング壊れてるのはきついよ。この先どうやって戦うんだよね。もう厳しいな。うわ、しょうがないね。ちょっと頑張ろう。
今ミャウーを出て7時間半ぐらい。今ね、パスポートコントロールを通りましたね。パスポートチェックされました。なんかミャンマー時々なんかそういうのあります。なんか国境を越えたような感じです。まあでもね、半分も来てないっぽいんで、かなり厳しい。もう出発するから、行こう。されまして、今ミャウー出発してだいたい9時間ぐらいかな。まだね、山終わんない、全然脱げない。もうこれ何時に着くか分からんぞ。いやこれ今日中無理だね。ちょっとお腹減ったな。向こうになんかモヒンガっていうミャンマーのなんかラーメンあるから食べてみよう。じゃあこれ。あ、美味しいね。頭に。みんな乗りかけたんで、またね、僕らも乗って行こうか。頑張ろう。いや、何回パスポートチェック止まるんだよ。今8時半11時間です。ミャウを出発してからかなり厳しい。でもまあ山、まあ、そろそろ越えたのかな。こっからねスピードアップしてくれるとありがたいです。じゃあもうちょっと多分いい夜中だね。着くの厳しい。ミャウーを出発して11時間半ようやく3回目の休憩。いやーきついよ。でもね、完全に山脱げましたね。あとね、嬉しいことにこれ歯磨きセット、これでね僕ちゃんと歯磨きすることができます。じゃあちょっと夜ご飯食べよう。15時間ぐらいでようやくチャピドに着きました。今からね、ここからバスに乗ってまたバガンに行きます。いやーすごいきつかった。ここちょうどねこうバスステーションなんで、ここからまあ、バガンにね行けるみたいです。バスで1人7000チャットね。多分45分か、まあ、1時間ぐらいらしいんで、もうちょっともう一踏ん張りということです。今1時だね、夜の。まあバガに着くのは夜中の2時ということで、この旅一番厳しいね今回。もうちょっと頑張りましょうね。いやちょっと待とう、バスね。バガンのバスステーションに着きました。いや遠かった。やっとバガンだよ。
でもね、このバガンのバスステーションからね、こうホテルに行かないといけませんね。だいたいバガンのバスステーションからホテルにだいたい5000チャットっていう話を聞いたんですけど、なんかタクシードライバーとかも2倍以上のね、あの料金を吹っかけてきましたから、なんとか7000チャットで話をつけました。でもね、今日のホテルちょっと予約してないんで、とりあえずね、明日予約してるホテルに行きます。そこで今日の部屋空いてるかどうか聞いてみて、空いてたらいいんですけど、空いてなかったらまたちょっとね、ホテル探さないといけないです。じゃあとりあえずホテルにタクシーでね、行きましょう。大変、まだ着かない。ホテルあるといいね、今日ね。今ね、無事ホテルチェックインできました。僕らが明日予約してるホテルちょっといっぱいでもう予約できなくて、近くのホテル探したらあったんで、無事チェックインできた。よかった、やっとね、着いたよ。こんなホテル1泊25ドル朝ごはん付きね。いやー、今日は大変で本当に疲れました。じゃあ今日はこれにておやすみなさい。じゃあ明日はね、バランの向こうしましょう。お疲れ様でした。